久保さん。今回テーマは2021年の YouTube は終わったみたいな。YouTube が終わったみたいな情報が流れてるんですよ。で、これ、理論的には、あ、聞けばね、今から僕が言うお話を聞けば、確かになった、なると思います。はい。これテレビ番組、今、昔はテレビ番組があって、で、個人の、まあ、テレビ番組なんてなかったわけじゃないですか。だから、えーと、なんだ。 4チャンネルとか8チャンネルとか10チャンネルとかまあ限られたチャンネルの中でいろんな番組がやられててまあなんか十何チャンネルしかないわけじゃないですか民法でこの中で、えー、じリモコンでねリモコン12ぐらいしかないですよねでその中でコンテンツを選んでたんですよ ただし、この YouTube が出てきたことによって、テレビからね、YouTube に移動してきた。なぜならば、もう圧倒的なコンテンツ量と、圧倒的なその、自分が好きな時に好きなだけ見れる。しかもいろんなジャンルがあるっていうところで、まあ今個人のね、YouTube にこう、視聴者が流れてきてる部分はあるんだけれども、じゃあ、あの芸能人も入ってきて、だからこっちに出てた人が YouTube にも来て、結局じゃあもう YouTube もブワーンって今なってるわけですよ。昔に比べると。 YouTube が十何年前こう出た時に比べると圧倒的にパイは増えてます。発信してる。まあ、芸能人も来てますからね。だから2021年はどういうことが言われてるのかっていうと一般的にですよ。もう YouTuber は終わったみたいなね。2021年から稼ぎ続けなくなる、あのー。っていうことがめちゃめちゃ言われてます。だけど逆に言うとテレビはなんだこの,うーんこの限られたなんかその国の放映期限があるのかな た多分増えないじゃないですか。い、なんかなんか、うん三33チャンネルとかね。出てこないですよね。8チャンネル、4チャンネルとかね。1チャンネルとか。もう大体決まってて、これ以上増えないっていうのが、あん、ま、だから、ここの、なんだろうな。うん、通貨で言うならば、もうこれしか発行できないみたいなね。だからもう、なんかうん、テレビはある一定の視聴率を確立できる部分、まあ、あと何年後まではか分かんないですけど、そこの中でし、あれ、なんだろうな。 もうそれしかないので。でも YouTube のらブ,ブワーってあるわけじゃないですか。で、これからも出てくるでしょう。ってなると、こっちはもう無限なんですよ。無限。無限ね。でもこっち無限じゃないですよ。その、放送の電波の関係で。わかりますこっち無限で、こっち、あの、決まってると。じゃあ、こっち無限じゃないですか。じゃあ無限で増え続けたらどうなるのかって話で、じゃあその出す広告、まずその見る視聴者が、 全体に薄まりますよね。もしくは、その、上か下。もう、上、上取ってる人にしか行かないとかね。うん、とか、なんだろうな。ああと、広告費の分配ですよね。今までは、ある一定の YouTuber というか、ある一定の人が動画で発信してたから、そこに広告が行ってたんだけど、これいっぱいも動画出てくるんで、広告費がこう、薄まっていくわけじゃないですか。 で、まあ、これが一般的な、まあ、言われてる YouTuber が稼ぎづらくなるよ、みたいな話なんですけど、僕は <laughs>、めちゃめちゃ稼ぎやすくなると思います。これ、なぜならば、あの、考えてほしいんですけど、あの、まあ、久保さんが言った通り <laughs>、みんな続かないんで <laughs>。いや、ほんと続かないですよ。確かに無限に増えるんだけど、これね、ほとんどの人が言ってないと思うんですけど、無限に増えただけ、無限にやめていくんです。 もいいますす。ね。無無限限にに増えた分、無限にやめていくんです結局だからある一定のパイは変わってないってことです実は実はね実は変わってないですよ <laughs> でねさっき芸能人の話したじゃないですかいや確かに芸能人ってパワーあるんですよただしねはっきり言ってあのテレビでも見て YouTube でも見てえそれって YouTube のあんま味なくないみたいな もちろんその芸能人の違う側面を YouTube で見れるっていうのもあるんですけど、これ絶対飽きるんですよ。もうそもそも YouTube って芸能人のプラットフォームじゃなくて、一般ピーポーのなんか、なんか喋ってるとかね、なんかその、普通じゃ見れないものが YouTube で見れるわけですよ。だって一般人、テレビ出れないですよね。でていうか、テレビ出てる人が YouTube 出ても、まあ企画変えるか見せ方変えるかっていう、なんかもうほんとね、大した変わんないぞ。だから飽きます、確実に。 だって YouTube のよ、だってテレビ見ればいいわけじゃないですか。とか、も,もちろん YouTube しかない企画とかもありますけれども、確実に飽きます。だから結局芸能人も YouTube に参戦してもなかなか再生数が伸びなかったりとか、え悩んでる人めちゃめちゃいますよ。<laughs> ぶっちゃけ言うと <laughs>。だからもう YouTube っていうのは個人のプラットフォームなんで、その個人の味っていうのをがあるのが一番僕は、あの、そこが本質だと思うんですね。テレビで、 出出てててない人が出てるっていう分かります、うん、だそれが僕は本質だと思います。別にテレビ見ればいいじゃないですかって話で。うんまあ、雑誌もあるしね。まあ、映画もあるし。はね。そうだから。だから芸能人の方も YouTube に参戦するとよく芸能人の中でも言われてるんだけどもなんかその芸能人でだけど。 その違う側面を見せないといけないよっていうだから芸能人が芸能人にアドバイスする時にどうアドバイスしてるかっていうとそれじゃダメだよと YouTube はこういうプラットフォームだからその,あの違う側面を見せていかないといけないんだよっていうアドバイスをしてるらしいんですねなんかこれ前テレビでなんかそう言ってたんですけど <laughs> そうなんかその芸能人で YouTube に入った人が全然伸びなくて YouTube にいてる芸能人の人がその人にアドバイスして そそういううういい風ににししてたらんんですすけど、まあ、ま,まさにそうだなと思うんですよね同じことやってても同じじゃないですかそうまあある一定のファンは来ますようんだからまあ結局まあ話を戻すと無限に増えてるけれども無限にやめていくっていう裏側の,側の側面があってみんな続かないですようんであとこのテレビ番組の仮説に関しても確かにこっちに降りてテレビ番組なくなるんじゃないかっていうものがあるんですけどぶっちゃけ言うとテレビ番組も なくならならい可能性もあるんですよででなんでかっていうと、要は制作し続けるんですよ、こっちは。制作し続けるんですね。コンテンツをずっと提供し続けるんですよ、テレビ番組っていうのは。ただ、ここが崩壊するとするならば、スポンサーからのお金が入ってこなくて、テレビ番組、コンテンツを作れなくなったら、まあそれ終わりですよね。いいものが作れなくなったら。ただ、 いいものが作れるんだったら、テレビはある一定の層は、ずっと視聴率は獲得できると思います。なぜならば、ずっとコンテンツをね、ただ NHK の大河ドラマとか、個人で作れますよ。作れないですよ。だから、その、ある一定の質のいいね、あの、コンテンツが作れる以上は、ずっと発信できる以上は、実はテレビ番組ってなくならない可能性が非常に高いと思います。ある一定の層ね、にリーチできると。ただこれが、100年後とかね、は分かんないです。100年後は。 でも100年後僕生きてないんで、だ僕が生きてる間はテレビは絶対なくならないと思います。ある一定の,そのコンテンツをねあ、クオリティの高いコンテンツが提供できるんで、個人じゃできないようなコンテンツが提供できる。まずから企画だったりとか、ロケとか。うん。だからそれはそれで面白みがあるんで。うん。だから結局ベースとしては何かっていうと、コンテンツをこう提供し続けるっていうところなんですよね。だそれがマストでできる人が、まず個人じゃぶっちゃけいないんですよ。こっちはテレビ番組だから、 仕事ででででやってるんでいくらでもやるでしょで。個人って人のあれだからみんなやめてくって <laughs> まあ続かないですよねみんなだから無限に増えてるけど無限にやめていくっていう裏の側面があるよって話です、はい、だからね YouTube は激アツですいってらっしゃい